ハロプロ反応集へようこそ。今回は週刊ファミ通の桜井リオグラディアモを見たに対するみんなの反応集です。ええ女やん。何よこれ最高じゃんよ。桜井の何もできないのに何かをやってくれそう感は異常。二枚目戦隊ものの敵女幹部やん。手袋のおささがいい。変な建築物だな。ロケ場所どこやねん。東京国際フォーラムだって。ラファエル・ベニオリ。トラス構造を語らえり。最初の写真集の時はまだ写真に撮られ慣れてない時期だったからその時からの成長が著しいな。ご自慢の長髪。花があるな。中島弘子。松井ジュリナ系。ティーンエイジャーには見えないな。フォトジェニッカーやね。この子グラビア映えするね。2冊買わせていただきます。電子書籍でええや。これってポラとか当たるんだっけ。当たる券とかないからハガキで好きなだけ応募できる。ありがとうまあ1冊は買うわ。楽しみ。白と赤のコントラストが素晴らしい。ファミ通にハズレの文字が絶対ない頼もしさもある。めっちゃ綺麗だな。これでいて人懐っこい性格なのだから恐ろしい。写真映えする顔立ち、目元がすごく力がある。写真家は撮りたくなるねこれは。建築物が好きって前提で見るとこの白いワンピースも彫刻みたいに見える。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。